ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がフェラーリ458スパイダー2014年式8000キロこちらのお車になります。で今回はちょっとカメラマンがお休みということで、はい、僕カメラマンやります。おお、はい、はい、なのでちょっとこれからカメラを切り替えます。はい、それじゃあ改めまして石川さん、はい、僕カメラマンでよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はいわゆるこの主人公視点で、はいはい、お届けしますんで。あ、そうですね。で今回は、はい、もう奇跡のコンディションの用意ということ で、はい、もうとてつもないもう新車に近いコンディションらしいんで、はい、ちょっとそのコンディションの良さと、あとはただこうコンディションいい車なんですよだとただのこう在庫車自慢になっちゃうんで、そうですね、はい、なんで458を例えばこれから買われる方にちょっとこう見た方がいいとことか、はいはい、もしくはここ傷つきやすいんだよとか、うん、はい、もうあとはもしくは458をこう乗るにあたってここをこういう風にした方がいいよとかっていうのがあれば、車屋さん目線で教えていただけると助かります。はい、わかりました。じゃあまずは外装チェックからいきましょうか。はい、いきましょう。これ僕ちょっと下見で見たんですけど、はい、なんすかこれすごいですよねこれ、あの状態が。これまず距離が8000キロってことで、8000キロですね、7000キロ台です。とても距離薄なんですけど、はい、それより何より、うん、このコンディションの良さですよ。はい、これどう説明すればいいんですかね。映りますと、ね、飛び石がほとんどないとは言わないですけど、でもほとんど見受けられない。ほとんど見受けられない状態ですね。頑張ってインサートをたくさん入れようと思いますけど、はいはい、まずバンパーが超綺麗、はい、でしかもこれだってプロテクションとか貼ってないですもんね。貼ってないです。裸の状態で。そうです、この状態です。本当に高速道路走ったことないんじゃないのっていうそういうレベルじゃないですか。はい、ですね。実際にこうフェラーリ、プルシェもそうなんですけど、スポーツカーってどうしてもこう飛び石浮きやすいんで、まあ、最初のチェックポイントとしてはそのどの程度フロント周りが飛び石受けてるかですよね。あと極論言ってしまうとバンパーって濡れるじゃないですか。じゃあこういうレンズ類はどの程度受けちゃってるかとか、この辺の傷となるとまた費用的にもかかりますし、ヘッドライトやっぱり高いですよね。高いです。すごい金額しますので、なんでまずそこが傷になってないかどうか。そうですね。であと、はい、飛び石受けてて許容範囲と判断できれば全然いいと思うんですよ、はい、そうですね、うん、ちょっと乗るに耐えないやつだとどうしても手入れないといけなくなっちゃうんで。そうですね。その辺お金がかかってくると、はい、そうですね。あとその辺、うん、飛び石が多かったりすると、はい、やっぱ車の使い方が想像できるじゃないですか。なんとなくそう思っちゃいますね、はいはい、結構ラフに使ってたとか高速移動が多かったのかなとか。そうですね、はい、逆にその高速移動だけで、本当に高速移動、例えば、100キロぐらいで新東名で120キロとかで巡航して片道100キロ移動しましたとか、でまた同じように巡航して帰ってくる、それだったらいいじゃないですか。でそれ以外にやっぱりこう無茶な運転されていたとか、もしかしたらサーキットで結構頑張っちゃったんじゃないかとか、そういうことも懸念される個体だとやっぱりしっかり見る必要もあるし、それなりにお値段も安く買われるんであればいいと思うんですけど、その辺ですね、個体差が出てくると思いますね。なるほど、うん、というわけで今回の車はもう前回りがまず超綺麗、はい、そしてビカビカ、このウイングのところですよ、ここ、うんうん、全く日焼けしてないじゃないですかなんかこれツヤツヤでしょ、はい、別に特別うちが何かしたわけでもないですし、むしろちょっとこの色にびっくりなんですけど、はい、そうですね、小さくちょっと飛び石受けてるのかなぐらいな感じです。でもよく見ないと分からない。いや、よく見ないと分からないです本当に。探さないと。で日焼けしてないんですもん。だってそうなんですよ、だいたい変色しちゃうんで。あと驚いたのは、はい、下もほぼ無傷なんですよ。綺麗ですよね、はい、これはインサート撮りました僕、はいはい、もうほぼ、うん、どこも当たってない。だって、はい、一般的に日本で走っている458、まあ、488とかフェラーリは格好を良くするためにやっぱり車高下げたくなるじゃないですか。下げますよね、はいはい、これ車高下げてないですからね、はい、そうですよね。しかもリフターもついてますから、はい、すごい、うん、でももともとこの車高なんで、はい、まあ、輪止めはどうか分かんないですけど、うん、ラフに使ってたら当てなくもないじゃないですか、うん、そうですね、はいはい、それもないという、はいはい、とにかくコンディションが良好です、うん、そしてこっちまで行きましょうか。先ほどちょっと土方さんがおっしゃってた、はい、車高がなんとノーマルということで、うん、はいはい、これノーマル車高こんな高いんですね、はい、素敵な車高ですいやむしろもうここまでのコンディションになると、はい、
ちょっとこれでいいなっていう、はいはい、なんかそう思っちゃうぐらい、そうですね、はい、コンディションがいいです。普通だったらまあちょっとカタログ車高かちょっと見た目よく、はい、そうですね、バシン下げましょうって感じですけど、はい、もうびっくりするぐらい、いやびっくりするぐらい、だからかっこよくしたいなと思ったら、まあまあ15ミリ2センチぐらい下がってくるとまたぐっと雰囲気が変わってきますね。はい、ホームページの写真とかだいたい車庫版ですからね。そうですね、場所、はい、うん、でもう一個驚いたのは、うん、このホイール、そうなんですよ、足回り、はい、いやガリ傷とか飛び石とかないの当然、もうこの状態だと当然と思っちゃうぐらいなんですけど、うん、はい、もうだって中まで超綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗です。普通だって中汚れますよ。そうですね、カーボンセラミックとはいえ汚れますよ。はい、はい、もう普通の何ですか、この走る上でついちゃう汚れとか油汚れとかつくじゃないですか。はい、そうですね、全くない、全くないです、ホイールの内側も、はい、でエアバルブのところも、はい、ここが、ね、洗車しにくいじゃないですか。そうそうそうです、はいはい、これ新車じゃないですか。新車です、はい、新車ですって言ったらいけないんですけど、新車みたいですコンディションですよね。はい、そしてこのボルトのところ隙間 ね、はい、ですね、この中もなかなか洗えないじゃないですか。洗えないです、はい、洗車マニアはこう筆使って洗ったりします。ああ、そうですね、はい、この中もピカピカ、うん、でキャリパーも熱が入った形跡がないんですよ、はい、そうですね、だ結構飛び石と熱が入った形跡一緒にあると、はい、あ、サキッといったのかなとかって思っちゃったりしますけど、はい、うん、全くない、全くないです。でローターのこのハブのとことかも後ろもっとびっくりですよね、はい、こういうところです、ピカピカ。そしてタイヤは2018年でした、うん、そうです、18年の、フロントが確か第3周でしたね。はい、はい、ミシュラン、うん、バリヤマ、バリヤマです、はい、そして表面も、はい、全然全く、はい、クラックのくの字もない、ない、すごい柔らかいんですよ、だから、はい、びっくりするぐらい、すげえこれでインナーフェンダーもだってピカピカっすよ、はい、そうですね、こういうところ伝わるかな、これなかなかわからないかな。あとここっす、ここそうなんですよ、ここ張ってるだけあって、そう来るじゃないですか、うん、こう飛び石とか、うん、だからね、もうここがバチバチになっちゃうんで、はいはい、これ本当全然って言っていいぐらい綺麗です。ですよね、はい、すごいこれよく生き残ってましたね、ね、本当です、改めて見てすごい、うん、であとは、はい、フロントガラス1個だけ、そうです、はい、ここにリペア跡がよく見るとあります。まあ、1個というか正確に言うと2個続けてポチポチっていうのが、はい、これでもリペアしてあるんで、はい、綺麗に直ってるんで本当に使いの加減じゃないとわからないぐらい、はい、そうですね、多分これだったら乗っても多分気にならないぐらいじゃないかな。多分ならないと思います。ましてや運転席から一番遠い部分なので視界に入らないのでわからないと思います。なるほど、はい、であとは横なんかも当然、うん、もう伝わるかな、これ、はい、伝わってほしいっす、ね、はい、あとここに、あ、はい、無償オプションで、そうです、はいはい、ほとんどの方つけますよね。つけます、はいはい、だからある意味新鮮です、ついてないんで。確かに、はい、そして当然ドアなんかも、うん、当たったりした形跡なんかもないですね。ないだ、よくあるのがあとこのドアエッジじゃないですか。そうです、クーペでドアでかいんで、はい、どうしても日本の駐車環境だと、うん、こう当てちゃったりとか、はい、あと低いんで、うん、縁石にこう寄せて止めた時なんか、はいはい、当たりやすいじゃないですか、この辺とか、下とか、はい、ないないっす、はい、完璧なんですよ。やっぱりフェラーリでもやっぱりドアエッジとかって傷つきやすいですよね、うん、傷つきやすいですね、うん、どうしても乗り降りしづらい、あとはシートが低い、どうしても大きく開けたくなっちゃうんで。なるほど、はい、まあ、それはクーペの宿命ですよ。そうですね、あとはこのドアのこのドアカップ、はい、ここも、うん、これ多分磨いてきれいな多分そういう次元じゃないですか。じゃないですね、はい、結構こう爪が当たってこう、そうです、白い黒がなんか、はい、線がこう入りますんで、はい、何ですか、入庫した時にもう僕その入庫した時点で確認してますけど、もともとないです。すごいですね、はい、そして後ろ行きましょうか、うん、はい、後ろもこれ見てください、うん、このここですよ、これ
これちょっとこれがすごいバグってます。はい、どうされてたんですか、これ。どうされていた博物館かなんかに保管されてたんじゃないかな。まさにそんな感じですよね。もうちょっと不気味さが感じられるぐらいのローターのコンディション。はい、そして後ろも当然ホイール中までピッカピカです。ピカピカです。ここもはあ、はい、正直この年式だとやっぱり多少消耗品ないし手入れなくちゃいけなかったりっていうの少なくないじゃないですか。はい、そうですね。タイヤなんか当然こう新車当時のものなんかだと交換もやっぱり必要になってきたりとか、うん、はい、うん、それがこの辺も手を入れる必要がないという。そうですね。でちょっとさっきお話を聞いたら、はい、なんともうディーラーの整備記録簿が山のように、はい、毎年きっちりとついてます。こんなに距離薄なのに、はい、乗ってないのに記録簿だけついてるみたいな状態ですね。素晴らしいですね。はい、でこのリアのこのフードのとことか、うん、今照明が反射してますけど、はい、もうビカビカなんですよこれ、はい、あれこれ磨きに出しましたっていうぐらいの。本当にそうですよね。いや本当ですよね、はい、そして、うん、ランプ類なんかも、はい、もう全然日焼けしてない、うん、全然日焼けしてないです、はい、もうこの辺の光の反射見れば表面がどうしてもこうカサカサになっちゃうじゃないですか。そうですね。全くない。はい、すごい綺麗ですもん、レンズ類が。あとはこのエンブレムの隙間とかって、はい、こう水垢でね、ちょっとね、はい、なりますけど、この辺なんかが駐車環境が伺えますけど、はい、今回の車はもうこの E の中まで、うん、はい、超綺麗、はい、さあそしてリア周り、うん、はい、これリア周りはこの辺ですか、やっぱり。そうですね、経年劣化が見えるのは経年劣化この部分レンズ、はい、ここと、あれなんですかね、熱でも、そうです、熱ですね、はい、エンジンの熱、はい、熱と経年劣化、紫外線、ここの黒い部分なんかが、うん、結構日焼けしたりとか、そうです、はい、なのでここはよく納車前にリペイントしてほしいなっていうリクエストをもらう部分です。あ、やっぱりあるんですか。あります、あります。なるほど、うん、色変わっちゃってるんで。これは新車の時の色とは明らかに違いますけど、塗り直すレベルじゃないし、信じられないぐらい綺麗です。あ、新車もっと黒いんですか。もっと黒いです。あ、もっと黒いんですか、はい、むしろ俺グレーぐらいが標準かと思った。あ、違います、ね、前とか、はいはい、あ、そうなんですか、はい、でレンズもだってこれ、いや、なんか新品みたいですよね。ピカピカですよね、はい、あ、そしてあとは、うん、ここじゃないでしょうか、うん、はい、まあ、距離だったりとか、うん、はい、コンディションが出るところ、はい、ですね、全然ですね。そうですね、磨きましたっていうぐらいぐらい。はー、まあ前のオーナーさん磨いてたかもしれないですけど。なるほどなるほど。とはいえ、はい、こういうところの熱を受けるところの部分が状態がすごいいいので、はい、綺麗だと思いますね。これだから距離だけで判断できない、こう使われてた部分とか、そう、使い方なんかも部分です。はい、ちょっと見えてくる部分、うん、あ、で下も、はい、もうそう、458、あのフェラーリあるあるなんですけど、リアディフューザーが擦っちゃってたり、場合によってはこう欠けちゃったり、うんうんうん、低い車なんでっていうことが多々ありますんで、これはチェックポイントですね。特にローダウンしてると真っ先にこう前じゃなくてここがなんですよね。そうなんですよ、前より後ろ。 F8 なんかでも、はい、はい、F8 なんかでもこうちょっと話題というか問題になってましたけど。そうですね、はいはい、後ろのここが低すぎる問題、はい、ここも当然、はい、なので中古車をお探しの方はここはもう重要チェックポイントです。なるほど、はい、じゃあやっぱりパッと見のその綺麗さ も当然大事なんですけど、はい、やっぱりこう細かいところ。そうですね、普段見ないこの下回りとか、はいはい、あとはこういう車だからこそ下回りは大事なんで、あとはその扱い方がちょっと垣間見えるところなんかもしっかり見とくと失敗がないんじゃないかな、うん、そうですね。なるほど、はい、じゃあ続いて内装を紹介お願いいたします。はい、じゃあチェックしていきましょう。びっくりしますよ、土。下見で見ちゃったんで2度も3度もびっくりしてください、はいはい、これ本当どうなってんすか。座るのは嫌です。いや本当ですね、僕ちょっと初めて、はい、はい、座りたくないなと思います。そうですよね、これ
まずこの個体で言えば当然状態はすごくいいです、はい、でサイドサポートがこれだけ立ってますんで乗り降りにどれだけ気を使っているかっていうのが見て取れる最大のポイントです。普通もっと潰れちゃいますよね。潰れちゃいます。でわずかにここにちょっとシワが、そうです、ここに出てますね、いるかなっていうぐらい、はい、でここの状態でも分かるんですけど、シワが入ってきて硬くなってくると今度割れてくるじゃないですか、はい、そうすると取り扱い方法、保管方法も見て取れるかなっていう感じはします。割れてその中 その白いラインが出てきちゃうんですよね。そうです、はい、なのでこれに関しては、まあ、この年式と距離から考えればパーフェクトな状態ですかね。なるほど、はい、そして背中側に至ってはそういうシワすらないんですよ。これどうやって乗ってたんですかこの人。多分こうジャンプ、屋根開けてジャンプしてるんですよっていうぐらいな感じです。で座面もうパリッとしてるんですよ。パリッとしてますね。全然やれてないんで。座面ってこうシワ寄っちゃうことはないですけど、うん、レザーが伸びてこうたるんじゃうってあるじゃないですか。たる、こう波打つ感じですね。ありますよね。ありますあります。それないんですよ。ないですね。パリッとしてピンって張ってるんですよ、まだ。はい、はあ。そしてこの赤黒の内装いいっすね。すごくいいです。真っ赤っかじゃなくて、はい、あえて赤黒の、うん、落ち着いてますからね。で目線の下が赤い感じじゃないですか、うん、だから眩しさを感じないので。なるほど。反射も抑えられてる感じで。そして外もカーボンとかのパーツ少なめ、うん、はい、というかなかったですけど。ないですね。中も今回の車はオプションほとんどないんですね、はい、そうです。カーボンのオプションとかもほとんど入ってません。なるほど。だから なんていうんですか、逆にこう好感持てるというか好感度アップみたいな感じです。もう素の感じです、はい、状態を楽しんでいただけると、はい、うん、でオプションパーツ、まあ、足そうと思えば、うん、まあ後から足せるのと。そうですね、はい、はい、そう、さっきもツッチと言ってましたけど、もう458に至ってはオプションの点数じゃなくて個体です。どの程度生きてるか、はい、そこを見てほしいです。あとフェラーリいいのはその、うん、走行に関するオプションがほぼないじゃないですか。そうなんですよ。素の状態で買ってもエンジン、足回り、ブレーキ、これ基本の走る部分って共通なので。そうなんですよね、はい、これじゃあドイツ車買ったらやっぱりこう低グレードのやつってこうオプションつけなかったりするとブレーキちっちゃくなっちゃったりとか。そうです、ね、エンジンの出力が下がっちゃったりとか、はいはい、しますけど、フェラーリってその差別ないんですよ、ね、うん、ないです。そこがいいですよね、はい、だまあその辺ちょっとドレスアップ的な要素で欲しいんであれば、うん、後から足すことなんかもできるんで、はいはい、ただ今回はもうなんかこの博物館級のコンディションだと、うん、なくて全然いい気がしてきました。全く必要ないと思います、はい、むしろなんかちょっとつけたぐらいだとそこ浮いちゃうかなっていう。そうですね、はい、なんか言い回しが悪いのかもしれないですけど、なんとかこういろいろ僕らも普段いろんなスーパーカーとかお取り扱いさせていただく中でカーボン多い偉いみたいなところがあったじゃないですか。あります、はい、ここ思っちゃいます、うん、うわすげえこれいっぱいカーボンついてるって思っちゃう。やっぱ偉いなみたいに思っちゃいますよね、はい、まあそのくくりではなくここまで来るともうある意味こうクラシック寄りというか、オリジナルの状態をどれだけ綺麗に保っているか、その答えを探すっていうのもまた楽しかったり、そうですね、巡り合えた時に感動しますね、はい、いやこれすごいっすよ、うん、でこのダッシュ側のレザーも、はい、もうパリッとしてるんですよ。パリッとしてるんですよ。これねその今ツッチが言ってる意味分かっていただける方って少ないと思うんですけど、経年劣化でこういうところがポコポコ浮いてきちゃったり、ここですよね、こっから見たときにこう、そうなんですよ、この真ん中あたりが浮いちゃって、はい、実はここってこうへこんでるんですね、もともとが、はい、このへこんでる部分が浮いてきちゃう、この部分ですね、こうですよね、はい、この辺がポコッと浮いてきちゃう、でそれがほぼない。であと両サイドですか。そうです、こっちサイド、向こうサイドが、はい、反り上がっちゃう。そう、反り上がっちゃいます。で反り上がるというのと、あと皮の部分だけがこう上がってきちゃう。あ、なるほど。はい、どっちかでこう劣化してくるので、それはチェックポイントだと思います。圧倒的にこうシートよりかもこう、うん、外的要因、紫外線とか受けるのはここの部分ですからね。ですね、はい、なるほど、うん、であと別のなんか車種ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、フェラーリで、うん、ここがめくれてこう割れてになったんですよ。はい、だ結構この巻き込みってちょっとなんですよね。はい、ちょっとです。そう、ぐーってこの裏側まで全部レザーがこう巻き込まれてるかと思いきや、うん、はい、ちょっとこう入ってるぐらいなん で、 そうなんです。レザー縮むとそこが出てきちゃうんですよ。出てきちゃいます。しかもその特殊に加工してもともとありますから、
じゃあ剥がれたから乗り付けすればいいじゃんっていうわけにいかないので、もう丸々交換っていうふうに考えていただいた方が。なるほど、はい。じゃあ一つその車を買う上でも、そうですね、ここの辺のコンディションなんかも、そう、保管状況が見て取れるところなんで、はい、よく見た方がいいんじゃないですか。そうですね、それが浮いてちゃダメってわけじゃないので、うんうん、個体差がよく分かりやすいところです。はい、あとはだからそれが進むと気になっちゃうかもしれないと。そう、そうすると費用がかかっちゃうんで。その通りです。まあ、最初のここのコンディションチェックっていうのは意外に重要じゃないですか。はい、すごい、うん、本当にね。あと、はい、まあ、続いて言いますけど、これ毎回言ってるようにレザーでもアルカンタラでもスエードでもその質感っていうんですかね、握る部分ので、手の油でテカテカしてる、アルカンタラで言えばべったりくっついちゃってる、わかります。そういうところを見る必要もあります。これはもう本当レザーもしっとりしてるので、特にこうパンチングの穴の中とか、うん、こう油汚れでこう、はい、カテカの、そうですね、距離走ったアウディのあの、はい、そうですね、ハンドルだけやけに光ってんなみたいな、すごいですからね。はい、今回はこう微妙なこのなんていうんですか、うん、マット具合というか、はい、でやっぱりここってどうしても走る上で絶対触る部分じゃないですか。そうですね、ここも出るんですよね。うん、あとは、はい、なかなか分かりづらいんですけど、意外とこっち側が爪で傷ついたりするので、こっち面、ここは綺麗になってても、こっちは、はい、洗っても、拭いても綺麗にならない。なぜかというと、爪の傷がついている可能性もあります。人によっては指輪している方もいらっしゃるので、それで、こう指輪で傷つくっていうのはよく、握った時に、こっち側なんですよね。こっち側はテカりますけど、こっち側傷つきます。なるほど。はい。そしてじゃあ、うん、いよいよ行きましょうか。おう、ベタベタ鑑定お願いいたします。はい、鑑定するまでもなくないそう、全然なんかこう触っても、はい、その元々の、何でしたっけ、プロテイン塗装でしたっけ。はい、プロテイン塗装、これのしっとり感があるだけでベタつきがないんですよ。これもう本当に確認するまでもないですね。はい、一目瞭然見ていただいてっていう感じです。で特に運転席のそこのシートのその調整とかってなるじゃないですか。はい、なります。まあ、助手席側もそうだし。そうですね、全然ないですよ、びっくりです。いや、ここもだって全部やるとなると結構大変なんですよね。意外とピンキリじゃないですか。でもシートだけじゃ収まらないですよね。シートのスイッチがそうなってるってことは、センターコンソールのスイッチ類、あとはライトスイッチ類、車によってはステアリングコラムとか、ざっくりやってったらもう30万なの40万なのって話になっちゃうの でダッシュボード外したりとかもあるんですか。はい、大手術になっちゃう。大手術、やっぱりこの辺は。はい、でもひどいのだともうなんかこう文字消えちゃってんのとか。そうですね、こうベタついてこう糸くずがこう絡まってるのか、うん、ああそうです、ホコリがね、はい、ビャーっとこうペジッとくっついちゃってるったりするので、その辺なんかその辺はもうチェックポイントで。これってこれ以上こう、はい、悪化させないためには何かあるんですか。特にはないと思います。ただ保管的にはやっぱり屋内の方が圧倒的に、そうですね、いいですね。紫外線なるべく太陽光を浴びない方がいいですし、温度も湿度も当然低い方がいいです。なるほど。はい、まあ、結局どうしても屋外に置いてると湿度も目まぐるしく変化するし、そうですね、温度も目まぐるしく変化してますからね。はい、やっぱり保管状況重要なんですね。いや、重要だと思います、こういうお車なんで。うん、今回ちょっと唯一使用感が見られるのがここのスピーカーグリルですか。はい、これはやっぱりシートベルトも戻した時にこの金具が、そうなんですよ、丁寧にやってるつもりなんですけど、これ一回パンとこうパンって当たっちゃったりすることがあります。まあ、塗膜がそんなに厚くない、はいはい、あとそのベースのものを塗ってるっていう関係上どうしてもしょうがないのかなと。はい、うん、これは458も全般に言えます。なるほど。ない車は見たらくないです。こうみんなこうなってます。はい、じゃあ逆にこれから乗られる方は、うん、そこはこう注意して、はい、そーっとシートベルト戻すとか。そうですね、で現状今どの程度になっているのか、うん、変な言い方なんですけど、これ網の黒い部分じゃないですか。だからちょっとこうブラック のタッチアップペイントでちょってやると分からなくなったりするので。あ、なるほど。はい、筆差ししてあげるのもありなんですか。そうです、綺麗な状態を保つことはそれでできますから。なるほど、わざわざ変える必要はないと思います。はい、ただチェックポイントとしては一応見といてください。あとはどこでしょう。あとマットの方はあれですかね、ペダル関係ですかね。ペダル関係、はい、
今回の車は、はい、もうマットも何ですかこれ本当に踏んでましたかっていうどうしてもアクセルペダル側のかかととか減りやすいですけど、減りますよね、そうこれはなんかそう多少踏んでるなっていう感じの跡はあるかもしれないですけど、消耗してる感じはないです。そうですね、はい、ペダルもこの穴とか結構汚れてたまるじゃないですか。そうなんですよ、全然ですよ、はい、はすごい、うん、少なくとも僕が見た458の中で一番のコンディションです、はい、だって言ってもあのもう初期モデルは平成22年ですからね。10年ですよ、はい、11年、はい、でこの答えは平成26年の車、もう7年落ちじゃないですか。それ考えたら全然そんな感じがします、はい、奇跡の7年落ちなんでこれ本当に次買われる方幸せですね。いや本当ですね。あれ買われますか相場を見て、はい、もうお家より高いなっていう、はい、わあ、はい、まずですね、はい、伝わりますでしょうかこの異常な綺麗さいやただ不自然な綺麗さじゃないんですよね、はい、よくなんかその車クリーニング出して綺麗になって帰ってきましたっていう感じじゃなくって、うん、プラスチックも何でもそうですけど劣化しないんですよ。そうなんかこうそのままみたいな感じ、はい、なんか塗ってこうツヤ出してますとか、うん、なんかちょっとこうしてあるとかじゃないんですよね、はい、で驚いたのがこれですよ。これそうなんですよ、ここチェックポイントですよ。これ結構へたってる車多いですよ、ね、多いです。だからむしろ無事なのを見たことないんですよ、グズグズになっちゃうんでここがこのウレタンっていうのかな、スポンジっぽい感じの、はいはい、この質感ですね。新品みたいじゃないですか、はい、もうほぼほぼ新品ですね。これってちゃんとこれくっつかないとどうなるんですか、うんうん、ここだって密閉されないから吸い込み空気が、ねね、はい、抜けていっちゃうわけですね。そうですね、本当であればその辺なんかもしっかり、うん、そしてあとはこのレザーのベルトですよね。そう、ここがねもうそう、はい、あるあるで切れちゃうんです。この辺なんかも、はい、もう全然ちょっと触るのもちょっと恐縮なぐらい、うん、いやーもうレザーが柔らかいですもんだ。そうなんですよ本当であれば僕そのもしかしたら過去にお話ししてるかもしれないんですけど、縁があって今後そのフェラーリオーナーになる方はできればちょっとオイルだけこう足しといていただくと、あ、なるほど、はい、柔らかさと切れないっていうのが維持できるかなと。ちょっと延命じゃないですけど、うん、いい状態を保っていただけるので、もしいい状態のものがついていればそれをやってあげてください、はい。まあ、どうしてもレザーその乾燥が、そうですね、はい、最適ですからね。そう、なるほど、油分抜けちゃうとカサカサになっちゃうんで。そしてこの辺の中身なんかも、はい、もうこれはボディカバーですか。ボディカバーです、はい、あとここに専用の充電器も一緒に今入っております。あ、なるほど、はい、ちょっと見てみましょうか、はいはい、じゃあ屋内ボディカバーの可能性大ですね。あ、これ屋内ボディカバーですよね、はい、外では使わないでください。でこれが純正助手席側から挿して使っていただくものです、はいはい、しっかりついていきます、うん、しっかりついてます。じゃあこれを使って乗らないもよし、はい、ガンガン乗るもよし、もう充電してる暇がないぐらいガンガン乗ってもらって大丈夫です、はい、そしてこっちのパンク修理キットなんかも、はい、はい、しっかりもう当然未使用の、はい、未使用で完備で入っております、はい、超綺麗、はい、本当に引くぐらい綺麗です引きますね、本当なんか触ってるの申し訳ないというか。いや、であとこちらが、はい、工具になります、はい、これね、はい、さっき言ったように、はい、皮硬いともうこれ取るのが怖いんですよ、割れちゃうから。なるほどなるほど。でもこれねしっとりして柔らかいから全然怖くないんですよ。なるほど、はい、確かに車屋さんだと、はい、その掃除とか、はい、納車の時にとどめを刺しちゃう可能性あります、ね、可能性あるんですよ。あれって割れちゃって、割れが出てポキって取れちゃうっていう、皮じゃなくなっちゃってる状態。これもこんな、うわ、まあ、この辺使う方はいらっしゃらないんでしょうけど、はい、ほぼ、はい、当然のように当然のように、はい、全部ピカピカでございます、はい、全部揃っております。すげえ。だからねちょっとだけ嬉しいのが、はい、いいんですけど、はい、こう458って書いてある、これが嬉しいです。でもイタリアって書いてあるんですけど、はい、スパイダー、はいはい、共通です、はい、
わあのですね、肘川さん、何でしょう、熱が入った形跡がないですなんかそうなんですよね、高温にさらされたっていう雰囲気がないので、ナイス、すごくなんか綺麗な感じですね。プラスチックしかり、金属しかり、はい、はい、で普通拭けないよねっていうところに、はい、こうホコリが たまってたりするんで、そうですね、クリーニング出しても分かっちゃうじゃないですか。分かります、ないんですよ、はい、逆にそういうところできるところだけこうクリーニング一生懸命やる車屋さんもあると思うんですけど、でも絶対穴が見えるんで縁がやったら黒ずんでたりとか、そういう形跡もないので、これは別に特別何かをしたわけでもないです。すごいな、はい、映ります、映ってます、映ってます、若干暗いですけど、そうですね、はいはい、でもなんとなくこう車の全体の雰囲気は伝わってるんじゃないかなと思います、はいはい、なんかいいですよね、あのヘッドのあの赤いのがまだパリッと綺麗なん でやっぱりこれそのまま雨風入るじゃないですか、はい、こう雨の日乗らないっていうのは、うん、コンディション管理にやっぱり重要というか、重要ですね、あとまあ、どうしてもこう避けられない時ってあるじゃないですか、雨が降ってきちゃいました、でも屋根のあるようなところもないし何もどうにもできないって言ったら飛ばす必要はないですけど、やっぱり走り切っちゃった方がいいかもしれないですね、屋根のある場所まで。なるほど、で止まってしまうと見ていただくと分かるんですけど、こうどうしてもここからバサバサ入っちゃうんで、はいはいはい、多少走った方が流せるかなっていうのがあるので、屋根のあるところまで早急に退避していただくと、逃げていただくという方がいいかなと思います。ただ重要的なこの真ん中は当然空いてないですし、メーカーも何も考えてないわけじゃないので、はい、その辺は多少は大丈夫かなと思いますけどね。でも、はい、あの昨今のゲリラ豪雨の中で普通に乗ることはあまりお勧めはできないです。なるほど、はい、いやー恐れ入りました本当にもう僕もなんて表現していいか分かんなくて感動しかないです。本当に車屋さんもびっくりコンディションする。いやびっくりですね、だってその新車が出た当時にあの何台かこうで売ったり買ったり縁があってやらせていただきましたけど、当時の感動がこの何ですか、10年11年後に全く同じ感動をもう一回味わえるとは思わなかったので超びっくりですよ。いやすごい一台です。そうですね、もうちょっといろんなそのカメラアングルとか、はいはい、欲しいですっていうリクエストいただいたんで、今回ちょっと頑張ってカメラ設置しまして、はい、あといろんなインサートを入れてちょっとこの458の魅力をお届けしたいなという、うん、いや嬉しいですね、はい、そうやって言われると頑張りましょう。やっぱりなんかこう気にしていただくこうきっかけになったりとか、うん、はい、そうですね、そうなってくれたら嬉しいなっていう、はい、なんか僕らもやっててこうマンネリ化しちゃって見てる方もつまんないなと思われちゃうとか残念なんで、せっかくそうですね、ああしてほしい、こうしてほしいとかあれば、はいはい、言っていただければ、どんどん意見を取り入れてやっていきたいと思います、はい、そしてありがたいことにもう458なんて多分乗せていただくことないだろうなと思ってたんですけど、はいはい、こんなに短期間で、はい、もう一度っていう感じですね、短期間で。しかしこれもう、はい、わあ。スムーズさ分かります新車ですか、めっちゃスムーズですね、はい、なんか変な言い方かもしれないですけど、普通のオートマがなんていうんですか、すごいスムーズです。なんですかこれ、はい、しかもだって足元なんか保護テープまだ貼ってあるじゃないですか。貼ってあります。だってもうなんかうわすげーっていうよりちょっと引いてますもん、僕乗っていいのっていう乗ることにちょっと引いてます、はい、うん、はい、もう今回は
試乗はちょっと軽く、そうですね、はい、最小限で、はいはい、個体の確認程度で、もうとにかくめちゃめちゃ綺麗なんですよ。本当なんかこうすごくパリッとしますよね。パリッとしてますよ。ベタつき審査いらないですよ。いらないです、はい、いらないです。ちょうどなんですか、プロテイン塗装のこのしっとり感がもう全部残ってる感じ、うん、残ってる感じです。まだベタつき始めてもない、はい、ですね。すごい、うん、最高のコンディションです。こんなのないっすね。458で毎回乗るたびに感動するんですけど、はい、この車も当然感動するんですけど、また違う感動ですね。こんな新車みたいな458にまた乗れるとは。だからもうタイムスリップしたみたいな感覚になりますよね。いや、もう本当そんな感じです。思い出します当時を。すごい、はい、それでやっぱりちょっとフェラーリだからそうやって、まあ、コレクションというか、はい、で保存されてることが稀にある。ありますね、はい、まさにその一台ですね、うん、すげえこれ。いや本当になんか車スムーズですね。はい、すごくなんすかね、このトルコンみたいな感じです。普通のメッションもそうだし足もそうだし、はい、まあ、あとタイヤが見たら、はい、もう全く18年ですけど、はい、硬くなってないというか、保存クラックもないし。そうなんです、綺麗な状態です。とても、いや、これが今こう体験できるってすごいですね。いや、すごいです。この先わからないですけど、はい、多分なかなかこのような個体にもう巡り合うことはできないでしょうね。うん、そうですね、はい、かもう新車とかを買うしかないですよね。もうしかないですね。だそうするとまた違いますからね、はい、当時の作ったものをこの新車コンディションで乗るっていう、うん、はあ、だからこれを所有される次のオーナー様がその丁寧に保管されるのか、それとも乗り倒すのか分かりませんけど、どちらにしてももう最高だと思います。スタート地点としてはもう完璧ですよ、ね、完璧です、はい、今458を始めるスタート地点としてはもう完璧です、はい、もう最高だと思います。でもこれ乗り倒すっていうのも一つ、はい、まあ、ありというか、はい、車を全力で楽しむんであれば。そうですね、また458乗れちゃうんですよね。乗れちゃいます。普通に乗れちゃうので、メンテナンスをしっかりしながら5万キロでも6万キロでも乗っていただいて、僕は全然いいと思うって思ってるんで、いやいや1万キロを超えないように丁寧にちょっとずつ乗るって、うん、もうそれも全然嬉しいです、はい、どちらにしても車に対する愛情が分かりますから、うん、そうですね、はい、一般の方なんであんまりこうちょっと話題に出すのはちょっとあれかもしれないですけど、はい、石川さん SNS 某 SNS で、はい、世界一仮想高の458ってします出てますけど、あ、知らないです。なんとびっくり35万キロ乗られてる方がいるんですよ。あ、嬉しいです。一般ユーザーで最高ですね。半端ないなと思って、はい、でもそのぐらい乗れちゃうし、はい、で結構そのいろいろその整備の記録とか、うん、いろいろ書いてる方なんですけど、はい、どうしようもない壊れ方しないんですよね458。うん、やっぱりそうなんだね。なんかその足をその職が抜けちゃって交換しましたとか、はい、なんかそのO2 センサーだからキャタライザーがダメになって交換しましたとか、その距離走の故障とか交換っていうのはあるんですけど、はい、なんかしょうもないなんかこう致命的にここが壊れちゃいますっていうのはその方ではなかったんですよ。35万キロ走って、ただイタリア車だなっていうのはあったっす。なんかオーディオのつまみが取れちゃったとか、そういうのはあったんですけど、だからもうそういう本当にフェラーリでもガンガン乗って使われてる方もいらっしゃるんで、はい、やっぱりそこはこう信頼性の高さと、うん、はい、特に最近の新しいモデルってそうじゃないですか。そうですね、特にそんなに気負うこともなく乗れるお車なんでいいと思いますね。これより前になるとちょっと気を使わないといけないですか。そうですね、ただ僕の個人的な感覚で言わせていただくと、やっぱり430以降ってかなり良くなっているので、だからそこを一つとして捉えるか、もしくは458はもう絶対的な信頼もありますしね。そのミッションだったりモデナとかは結構ミッションとか言われましたね。言われますよね。乗ると悪い車じゃないんですけど、モデナとかも。すごい。
しいです。欲しいです。あ、買います。買います。いやいやいや、ちょっとあれから僕カーセンサーとか、はい、あの某中古車サイトで値段とか見てるんですけど、はいはい、あのもうバグってますよ。本当ですよね。458は。で、不思議なことにその変な言い方かもしれないんですけど、2500万600万でネットでも出てるじゃないですか。そういう車よりもなんか結構高額の方が売れてたりするので、やっぱり探してる方ってそのお値段ではなく状態優先。そうですね、僕そう思います。それはっていう感じですかね。でまた一時期個体がこう何ですか、今ほど高くなかった時あるんで、はい、結構いじっちゃってるやつとか。あ、そうですね、ありますよね。でいじってるのも何ですか、うん、こう個性的にいじっちゃってる車もあるんですよ。ああ、なるほど。そうするとやっぱり次のオーナー乗りづらいじゃないですか。確かに。うん、本当になんかちょっとあの本国のパーツでちょこちょこっといじったぐらいであれば乗りやすいんですけど、はいはい、結構がっつりいじっちゃってるやつとか、はい、個性的になっちゃってるやつだと、うん、やっぱりちょっとこう前オーナー様の生活感が出ちゃうと。そうですね、はい、そうですね、そうですね、ありますよね。そうなってくるとやっぱりこのフルオリジナルコンディションのこれは、いや、もう最高です。このなんか何ですか、この乗り心地、普通にこういい感じじゃないですか。ちょっと惰性で走ってる時に何ですか、このスムーズさ。スーっていう、あの表現いけないかもしれないですけど気持ち悪いです。何かちょっと不気味ですよね。そういやー、ちょっと こんなに違うんですね、はいはい、国宝級と言ってもいいぐらいの。いや、博物館級でした、はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回は車両紹介というよりかは、はい、こう奇跡のコンディションがありましたっていう、そういうところになっちゃいましたけど。そうですね、はいはい、こんなのもあるんですね。もう見れないかもしれないですね。これが最後かもしれないです。あと最後に今回はちょっとこの音を、うん、ちょっと ASMR、はい、あの咀嚼音とかこう聞いて気持ちよくなるやつあるじゃないですか。ありますね。あれの458バージョンちょっと作って最後、はい、あのくっつけたいと思いますので、ぜひご視聴ください。はい、というわけで今回はフェラーリ458スパイダーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。